本日はこちら、この超綺麗な彫刻の柳沢 WO シリーズ吹いてみました。すごく良くなってくれる楽器だと思います。そしてあと、音抜けがすごく良いですね。まあ、シルバーの感じですね。このスコーンと抜ける感じ、好きです。はい。まあ、柳沢といえばやっぱり彫刻がすごい綺麗ですよね。なんだろうな、彫刻だけじゃないな、もうなんか全体的にすごい綺麗ですねってな感じです。あとね、音に関してはやっぱりすごいなんかクラシック抜けって感じのイメージが結構あったんですけど、意外となんかスムースジャズとかフュージョン系にも結構合うと思います。なんかいろんな層のいろんなジャンルのミュージシャンが、どんなジャンルのミュージシャンか使っても全然違和感なく吹ける楽器だと思います。さすが日本製ってな感じでした。以上です。ありがとうございます。